だから悟空も鳥山明先生の存在とかあんまりあれなんですよ、疑ってないんですよ、うんうん、悟空は悟空だと思ってるんです、うんうんうん、だけど実は鳥山明先生に書かれてキャラにすぎなの、うん、で自分でいろいろやってるかと思ったら鳥山明先生にただやらされてるだけ、鳥山先生が頭で描いたものでやられてるみたいな、描いたもの通りに動いてるだけという、うんうん、だ我々もそうかもしれないってことですよ。うん、だからまあもうちょっと違う言い方で言うと、まあ、こういう言い方をしてる人もいるわけです。だ本当の自分がどっかのその工事のところにいて我々はリモコンで動かされてるみたいな、だ今の悟空の状態ですよね、うんうん、だから今こういうこと言ってるんですけど言わされてるだけです。うん、なんかに気づくと、なんかコマンドが増えたりするってことですよ。うん、だからそれ、その工事側の自分で考えたときにどうなのかという。なるほどっすね。あ、突っ込みどころはいっぱいあるんですよ、これ。うん。うん。あるけど、この仮説で考えてみて。その仮説で考えないと可能性は確かに広がらないです。だし、実際我々が考えてもですよ。うん。悟空と鳥山明先生、マリオと任天堂、の関係はあるわけですよ、うんうん、で、この絵はシミュレーション仮説っていうのを以前やりましたけど、うん、まあもうこの世界がそのマリオと任天堂の関係であることは 99.9% ぐらいもうそうだよねって言ってるイーロン・マスクみたいなのもいるってことですよ、うん、テスラモーターズ社です金持ちですよ、うん、あいつがビットコインを買うと上がったり下がったりします。もう牛耳ってるんですよ、牛耳ってる、ええ、なのでまあちょっとねこれまた話広がりますけどね、お金って、ま、スーパーマリオのコインみたいなもんなんですよね、うん、って考えるとまたちょっと考え変わる。これ分かります？ちょっと分かんないです。スーパーマリオでコインにこだわってコインばっか集めてるやつ見たらちょっとキモって思いません？ああ、思います。進めようってなります。そうそう、だそれなんで、なんですか今の。そうなんですか、もうほぼ答えなんですけど、なんで進めようなんですか先ゲームクリアしに行ける。だ目的がコイン集めのゲームじゃないじゃないですか。うん、だまあコイン集めにしてもいいんですよ、自分で決めてもいいんですけど、いや俺はコインを集めるのが好きだっていうのは別にいいんですけど、うん、うん、基本で考えると8の4までいけって話になる話。うん、コイン集めて俺今86期になったんだぜみたいな、うん、ことやっても別にいらなくてですね。確かにゲームオーバーにならないだけの奇数があって、うん、ピーチ姫を助けてこれればいいわけですから、うんうん、なのにいやコインがないと不安で不安で、うん、コインコインくれる人探さなくちゃみたいな、不労所得ですだそこなんですよ、気持ち悪いって。だから必要だ、2機しかいないから、で今コインが80枚あると、うん、あと20枚取ったら1機増えるみたいな、うん、だったらそのコイン今集めに行こうっていうのもありだと思いますよ、もちろん戦略的に、うん、だけど93機の時にあコイン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 みたいな、コイン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 、どんだけ好きなんだよ。そう、どんだけコインコインの執着半端ねえなお前まあそういうことやつ。なるほど、わかりやすい。だからその本来のその8の4に行くっていう目的とか、うんうんうん、自分にとってのピーチ姫は何なのかとか、なるほど、ここがもう今みたいになっちゃってるんです。うん、自分はすぐてててててててって死んじゃうから、おーコイン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 みたいな。で、操作している側の人間が寿命で死んでるみたいな。うん、コインばっか集めて、1の1のまま死んでるみたいな。これが制限のある状態です。なるほどっすね。勝手に制限を作ったんですよ、これ。うん。だからあれですよね、3次側に立てってことですね。そう、3次側に立てってことです。うん。ステルスブラックって。はい。おえ。だって3次側ですよ。
ステラスブラックってやつ。かっこいいっすね。オーソーバーマスクですよ。そういうことですね。そういうことです。やばいですね、全然。久しぶりで、久しぶりすぎて、キレキレがやばいです。ついていけないです。まあね、ちょっと私としては納得いってない。すいません。私としてはちょっとこのテンション。ああ、ちょっと。